捕らえた敵兵からの情報によると、各地の軍備は教皇の指示のようです。ガレリウスは教皇は死んだと言っていた。教皇は世襲制で、直系の者が就任するのが原則。教皇の世継ぎが世襲したということですか？いや、それはないはずだ。死んだというのが嘘だったのでは？俺も一つ聞きたい。スカーレットが次の教皇なのか？どこでそれを？アルビオンに来てから様子が二人ともおかしかったからな。ちょっと声かけようと思ったら話が聞こえちまった。すまねえ。それは本当なのか？今まで黙っていてごめんなさい。私はパレビア正教教皇の一人娘です。アレインは知ってたんだな。ああ、正教にとって彼女が次の教皇だ。ではガレリウスが嘘を？ですが、現に教皇の指示で各地に軍備が敷かれています。教皇のもとへ何人か潜入させて確かめよう。では私が。聖教も今はゼノイラの権力下だ。危険すぎる。8年離れていた娘が帰ってきたのよ。私がこの目で父の姿を確かめたい。君が教皇を説得できれば聖教との衝突も避けられる。だからまずは他の者で生死を確かめてからだ。もし教皇が死んでいたら、狙いは間違いなく君だ。では教皇の生死ははっきりしないということですか？警備が固く、大聖堂の中までは入れなかったとのことだ。民衆には遠目に姿を見たという者もいるが、最近の教皇は病気を理由に表に姿を現さない。いずれにせよ、ゼノイラ側の聖教とは戦いを避けられませんな。殿下、このまま軍を進め大聖堂を目指すべきかと。アルビオンの各地から兵を集められる前に、まず大聖堂を陥落させるのだな。そうです。教皇がどうであれ、聖教の総本山を解放できれば、各地の教会も出方は変わりましょう。スカーレットはこのまま戦わせるのかよ？気遣いは無用よ。覚悟はできています。アレインもこれまで通りで大丈夫だから。君の知る聖教の者たちとも剣を交えることになる。君にとっては辛い戦いだ。アルビオンをゼノイラから解放するためです。戦えます。分かった。目的地は決まった。アルビオンの首都、大聖堂ビスファインを目指す。まずはワンビー方面に橋頭砲を確保する必要があります。すぐに準備を進めてくれ。承知しました。お任せを。待ってくれ、スカーレット。本当に大丈夫なのか？本当は少し怖い、スカーレット。でも祈りだけじゃ何も変えられないもの。ザナティオ様、教皇様は何と？わざわざ足を運んでいただき申し訳ありませんが、教皇様は礼拝堂にこもっておられ、誰ともお会いになられません。もう数ヶ月も拝謁がかなわぬ。教皇様が人前に姿を見せず、信徒たちも不安がっている。世の乱れを憂いて
一心に祈りを捧げておられるのです。私も教皇様のお体が心配です。そうですな。拝謁はまたの機会にいたしましょう。教皇様が心配だ。せめてお姿を一目でも。待たれよ、ナイジェル殿。教会の守護兵か。どうした？信徒からの報告です。ベリーバリー近辺に反乱軍が集結しています。ついにここまで来たか。天翼騎士団から部隊を派遣するそうです。バリーシャロー川を反乱軍に渡らせぬようにと。承知した。我が騎士団が教皇様の憂いを晴らそう。私に任せな。分かったよ。ここだろ。さあ来い。助立つ。援護射撃は後方支援に回ろう。我が名はナイジェル、聖教の守護者である。この私がいる限り先へは一歩たりとも踏み入らせん。貴殿が反乱軍の指導者か。聞けばコルニアの王子らしいな。ならばその剣に問うとしよう。王の器たるものか否か。あの騎士、彼はまさか。娘よ、引き返すのだ。さもなくば切らねばならぬ。灼熱の炎を出せるか。鍛えてみせろ。ここは私が。見切るか。消えろ。当たりません。このまま行こう。
傷つけさせません。そうやらせぬぞ。耐えてください。無駄です。手助けする。無駄に散れ。回復しよう。鉄壁の前やってくれたな。さあ撃ってこい。下がれ。膝をつくことになるとは。支えよう。いられるか。これもどう。指示奮陣。体が軽くなったみたい。みんな無事かな。これ以上は動け。反乱軍の指導者か。何人でも相手をしてやるぞ。来るがいい。剣を収めて、ナイジェル。スカーレット、君の知っているものか。スカーレット、まさか。小さかった私をあの島へ送り届けたのが彼です。誰にも知られぬよう従者だけ連れて。本当にスカーレット様か。だがなぜ反乱軍などに。ナイジェル、あなたが私に伝えたお父様の言葉を忘れたの。教皇様から伝えたのはあなた様のご使命だ。あの島に現れる救世主を導くことであったはず。救世主、何のことだ。まさかその男が。お父様が予見されたのはこの方。でも私が解放軍にいるのは使命だからじゃない。彼の支えになりたいから私の意志で戦っているの。では救世主が聖教に剣を向けるというのですか。聖教会と争いたいわけじゃない。だが中立を謳っていた教会も今やゼノイラの先兵だ。他の国に力を貸すのは教皇様のご意志だ。ガレリウスは教皇が死んだと言った。そんな奴め、教皇様を貶めるか。ならばあなたたちの兵がスカーレットを狙う理由は何だ。スカーレット様を狙うだと。教会の騎士ならきっと確かめられるだろう。大聖堂の中で何が起きているのかを。早く行かなければ仲間に取り囲まれるぞ。行って確かめてくれ。是が非でも教皇様に拝謁させてもらうぞ。お目通りが叶うまで一歩も引き下がらぬ。あなたの敗戦の報告なら私からお伝えいたしました。教皇様は大変悲しんでおられます。ならば一言、教皇様の御前で我が身を伏せて懺悔したい。あなたは騎士団を敗北させ謹慎の身であるのを忘れぬように。ならばせめて一つだけ教えてほしい。教皇様のご息女を探しているのは本当か。誰に何を吹き込まれたか。スカーレット様は幼い頃に聖なる使命のためその身を隠された。探すことも語ることも教皇様に禁じられている。そうであったな。ナイジェル殿、この部屋に近づくことは禁じられているはず。ご用ならばサナティオ様を通していただきたい。部屋の前を守るお前たちなら
教皇様のお姿を見ているような。お元気であられたか。いや、それは見ていないのだな。教皇様、やはり何かがおかしい。部屋に充満するこの刺繍は何だ。誰も入れるなと命じていたのに役に立たぬ護衛どもだな。教皇様から離れよ。なんということだ。教皇様はすでにこのような冒涜許されん。確かゼノイラのバルトロと言ったか。これはどういうことだ。お前が教皇様を殺めたのか。教皇が死んだとなれば押し入った者こそ怪しまれよう。ゼノイラには死者を操る資料使いがいると聞いたが、お前が教皇様のご遺体を。教皇は操られた資料だと触れ回ってみるかね。いいだろう。お主はたちまち異端者だ。何を言うか。異端はお前だ。あれほどダメだと言ったのに見てしまったんだね。まさか知っていて。きっと敗戦で乱心したのでしょう。教皇が死者であるはずがない。それとも異端者ナイジェル、手にかけたのはお前か。石膏の話からしてもやはり攻略は一筋縄ではいかないか。飛行部隊すら越えられぬ山地に待ち伏せが容易な一本道。重心陣が容易に構築できる天然の要害の見本ですな。アレイ様。クロエ、そんなに慌てて何かあったのか。はい。聖教の騎士がこの陣に一人で。やはりあなたか、ナイジェル。お前の言う通りだった。聖教はゼノイラに操られていた。教皇はいなかったのか。我々は騙されているのだ。おぞましい資料使いが教皇様のご遺体をもてあそんでいる。スカーレット、大丈夫か。バルトロが聖教に仕向けていたのですな。それであなたはどうする気だ。教皇様をあれほど冒涜されてはゼノイラを許しておけるはずもない。あなたが真実を訴え出れば教会も気づくはずだ。だが一人でここに来たということは。そうだ。今や私は教皇様を死者だと語る異端として追われる身だ。大聖堂を取り仕切るサナティオもゼノイラと結託している。サナティオ、敬虔だったあの子が。ナイジェル殿は我らに手を貸していただけるということでしょうか。勘違いするな。教皇様が崩御されたのであればスカーレット様が正当な次期教皇だ。聖教会の騎士である私はパレビア聖教をあるべき姿に。大聖堂までだとしてもあなたが加勢してくれるなら心強い。
教皇様が変わり果てたお姿で巡行から戻られてからというもの、信徒にその死が伝わるのが恐ろしくて心安らぐ時がない。そうだろうとも。継ぐ者なき今、教会存続の危機だ。スカーレット様は探させているのですか？兵たちがことに当たっておる。きっと見つかるさ。生きていなくともね。これも次期教皇が誕生するまでの苦難だが、やはり使うべきではなかった。教皇は健在だと思わせるために資料使いの術など。教皇様が資料だったと広まれば教会は破滅です。つまらぬ事実を知る者は一人残らず消せばよかろう。恐ろしい悪魔だ、あなたは。教会を永続させ、教皇の権威を守るのがお主の役目であろう。私は守らねばならない。たとえこの身が地獄で焼かれても、このパレビア正教会だけは。お主が異端の烙印を押したナイジェルだが、反乱軍と合流しここへ向かっておる。ナイジェルが本当に乱心しやったな。戦わねば教会の明日はないぞ。
この大聖堂の前の狼藉とは何者であろうと許されません。ナイジェル殿、もはや語ることはないでしょう。こちらにはある。かくなる上は実力行使をするまで休もうぜ。まずは回復を。耐えろよ。次で癒しの力よ。ブラックの意識。まだやれます。報いだ。決めます。おとなしくしなさい。乗れ。逃さない。俺が相手だ。さあ撃ってこい。まだだ。灼熱の炎よ、こっちだ。まずいな。はっ、体が重い。見通しだ。まだだ。はぁ、浄化しましょう。お守りいたす。これで決める。逃しません。ぬるい。神秘を確保。おのれ。決めます。こっちだ。射抜く。まあ、狙い通りだ。守りの力を。癒しましょう。隙を見せるな。さあ、治すぞ。守ってみせよ。いつは痛いぞ。こっち。こしゃくな。皆に加護。悪く思うな。盾とならん。あなたが反乱軍の主導者ですか。これは驚きました。本当にお若い。ですが聖教の導きなき者に勝ち目はないことを証明してみせましょう。司祭が聖教にあだなすとは。悔い改めなさい。正しく話を聞いてくれそうにないわね。さあ行こう。それ。さあ参りましょう。待ちなさい。行くぞ。切り伏せる。古いわ。来なさい。かき乱せ。覚悟しなさい。やらせん。覚悟。はい。癒しの力よ。お返しするよ。無理はしないで。闇を払います。させない。しません。追撃する。より早く。お守りします。貫きます。直すぞ。厳しいな。通さない。させん。これでどう？隙を見せるな。体勢を整えます。誤算。これならどう？やるね。こいつはどうか。これよ。これ
勝負です。こっちだ。これもどう？これを力を弓に。俺は負けろ。奇跡を与えます。この一撃で。負けたのですね。もう何もかもが終わりです。お前の手で秘密は暴かれ、教皇様の教えは失われる。教皇様をあのような姿に変えておいて何を言うか。私には他に取るべき道がなかった。教皇不在の聖教会では信徒の信心を得られません。行方知れずのスカーレット様を見つけるまでの苦肉の策でした。なぜ私に真実を話さなかったのだ。彼女のことを語ることは教皇様に禁じられていますから。サナティオ、あなたなのね。お前が探していた方はここにいる。スカーレット様、そんな、まさか反乱軍の中にあなた様がいようとは。教皇様に命じられて彼女を連れ出したのは私なのだ、サナティオ。たとえ禁じられていても私には話してほしかった。あなたではなくゼノイラの魔術師に頼ったのが私の罪か。だけどよかった、これで救われる。これも神秘の力だと私は信じたい。守られた。私がただ願っていた教皇様と共にある教会が。これで悔いはない。ナイジェル殿に後を託します。あとは私が異端審問にかかれば全てがうまくいく。スカーレット様、新たな教皇様、どうか皆をお導きください。いいえ、サナティオ、そういうわけにはいきません。父から話を聞いている二人ならわかるはずです。私は教皇となってこの大聖堂にこもるわけには参りません。託された私の使命がまだ終わってはいないからです。救世主様を導く使命ではおられるのですか。救世主様とは一体。解放軍を束ねるアレイン殿だ。解放軍、そうだったのか。教皇はゼノイラ軍に連れ去られ命を落とされた。聖書を壊すには教皇の血が必要だからです。教皇の血族の血だ。スカーレットも危なかった。では教皇様のお命を奪ったのはバルトロたち。
なんということだ。アルビオンをあるべき姿に戻す、そう教皇様が願った聖堂をも私が阻んでいた。私は罪深い。なぜ処遇を決めていただけないのですか。あなたは異端として教会を追われるでしょう。それでも罪を償いたいのなら、私の使命を手伝うのはどう？教皇様の葬儀も終え、各教会に次期教皇の話も伝えました。予見の使命を果たすまでその間特別に空位とすると。ありがとうナイジェル。私が戻るまで教会を頼みます。私に代わってサラティオがあなた様をお守りいたします。ご無事に戻られることを朝晩お祈りいたしております。教皇に何かあれば彼らは困るだろう。残ってもいいんだぞ。私は解放軍のスカーレットです。あなたのそばにいる間、私は他の誰でもない。あなたにはそう思っていてもらいたい。本当にいいのか。君の言う救世主かはわからないぞ。わかりますとも。私にも重要な人だとお父様が予見したのだから。それにあなたと一緒にいて私がそうだと思ったんですもの。スカーレット様、聖書に向かわれるとお聞きしました。ええ、父には救世主を見つけたら聖書に向かうよう言われていたの。たとえ壊されていたとしても行ってみるわ。教皇様から受け継がれたその杖には特別な力が宿っています。あなた様とその杖ならば聖書に再び力を与えることができるかもしれません。だが聖書の賢人は指輪に真の力を取り戻せと言っていた。なるほど。その指輪の力も何か関係がありそうですね。それなら今聖書に行っても意味がないかもしれないわね。祭壇で儀式を行わなければ指輪は真の力を取り戻せないのよね。そうだな。聖書に行く前にまずは一角獣と乙女の祭壇に向かおう。ビスファイン大聖堂を奪還し敵勢力の弱体化に成功しました。こちらが現在の勢力図です。周辺の国は全て解放しました。殿下、決戦の時です。十分な準備を済ませた後グランコリヌ城へ向かいましょう。